皆さんこんにちは。岡田です。今 JR 東海東海道新幹線名古屋駅に来ております。今回なんですけども、名古屋駅から東京駅まで昼間の、ね、高速バス使っていきます。中高バスですね。で、名古屋と東京を結んでいる JR バス、何種類かあるんだけども、新東名高速経由と東名高速経由で、あと中央道を経由する、ね、この3つのパターンに分けることができます。で、一番所要時間が短いのがね、今回利用する新東名高速経由ですね。新東名スーパーライナーと呼ばれるバスで、だいたい1時間に1本ね、日中時間帯運転されています。毎時0分に出発するのが新東名スーパーライナーで、毎時30分に出発するのがスーパーライナーです。で、今回なんですけども、11時ちょうどに出る新東名スーパーライナー10号の東京駅日本橋口行きに乗車します。で、こちらの車両だけはですね、2階建ての車両のエアロキングの車両ですね。国産の2階建てのバスが使われています。もう最近 JR バスからエアロキングっていうのはどんどんと引退してるんだけども、未だにね、日中の運行便で1本だけありまして、あと夜ね、ドリーム名古屋号でも1本だけ設定されています。名古屋駅の高速バスターミナル、ほとんどが JR バスなんだけども、非常にシンプルです。日中ね、大阪方面にもね、高速バスっていうのは運転されていて、今回利用するのは3番線から出発する東京、新宿、静岡、甲府方面ですね。目の前が乗車口なんだけど、ここからのバスで、ね、乗車します。で、新東名スーパーライナーなんだけど、名古屋を出るともう乗車扱いはその先しません。もう次はね、東京都の霞が関で、あとね、終点東京駅日本橋口ということで、バスは新宿にもね、寄りません。今回利用するのは一番上、11時ちょうど発東京駅日本橋口行きですね、新東名スーパーライナー10号でございます。下には中央道経由のやつと、あと一番下東名高速経由のやつも出てます。スーパーライナーっていうのが東名高速経由になります。今回運行会社は JR 東海バスで、車両はエアロキングです。今回ね、11時にこの名古屋駅を出発して、終点東京駅まで乗るんだけど、16時過ぎに到着します。5時間で行ってくれるんで、結構早いですよね。東海道新幹線こだまを使うと、多分名古屋東京は3時間とかかかるんですよね。で、料金はね、なんと4000円ちょっとでした。1日前までに購入して、早得1ってやつがあったんで、それで購入したんだけどね。ちなみに今回のエアロキングの車両なんですけども、全て3列シートとなってます。2階建てバス、1階も2階も3列なんだけど、2階席の前方2列6席だけはビジネスシートって言われていて、ちょっと豪華な、ね、座席になってます。差額もね、そんなにないので、取れるんだったらね、このビジネスシートを取った方がいいと思います。以前夜行バスドリーム名古屋号で、東京から名古屋駅までね、こちらのビジネスシート紹介してるんで、今回詳しくは触れないで、詳しくはというかね、その座席の性能とかっていうのは、その時の動画概要欄に貼っとくんで、ちょっとそちらでね、確認していただければいいかなと思います。本日ほぼ満席なんでね、あまりその座席いちいちね、細かいところまで取れないと思います。右が JR 東海バスで、左が近鉄の高速バスですね。超特急大阪行きです。明日の5分前に到着いたしました。奥からやってくる存在感がすごいあるね。2階建てバス、エアロキングです。もうね、いつ引退してもおかしくない車両ですからね。今回は一番前の真ん中の席に取りました。車内に入りました。こちら1階席なんですけども、デラックスシートっていう風に名前が付けられてるみたいです。やっぱり2階建てバスで1階は全然人気ないですから、ね、トイレも5階に設置されています。階段を上がって2階に入りましょう。今見えてるシート、こちらがね、下の1階シートと全く一緒のデラックスシートですね。これも割と快適そうです。ただ今回は前方2列のビジネスシートということでね、さらに豪華なシートを予約しています。で、しかもね、今回まさかの1番の真ん中席空いてたんですよね。日中バスだったら景色見たいんで、この1番の真ん中の席が一番当たりだと思います。ここだけ今回唯一空いてたので抑えました。オットマンもね、前に用意されてます。座席こんな感じ。ビジネスシートにはね、しっかりとしたパーテーションがついてるんで、もう本当に隣の人のね、視線とかが気になりません。 100% と言っていいほどね、シャットアウトされるんで、隣の人が何してるかもね、見えないんですよね。で、これ最前列だからなんだけど、びっくりするぐらい足元広いんですよ。足をピンと伸ばしてもね、先につきません。もちろんね、その身長180センチとかの人とかだったらつくだろうけど。お待たせいたしました。すぐ動きます。シートベルト着用協力お願いいたします。本日は JR 東海バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。このバスは新東名スーパーライナー号東京駅行きです。途中のバス停は霞が関です。途中遠州森町パーキングエリアと足柄サービスエリアで
休憩します。お客様にお願いします。安全運転には十分注意いたしておりますが、走行中やむを得ず急ブレーキをかけることがございますので、シートベルトのご着用をお願いします。また座席をお立ちの際にはバスの揺れには十分にご注意ください。車内は禁煙です。携帯電話はしばらくは名古屋の、ね、街の中を走ってたんですけども、11時17分ですね、山王インターチェンジから名古屋高速に入ります。名古屋高速を通ってその先はね、伊勢湾岸自動車道みたいな感じで、もうここから先はね、大阪東京普段走ってる JR バスと同じようなルート走行していきます。大阪東京の JR バスって中高でも夜行でもね、途中の新城で乗務員さんの交代っていうのがあります。西日本 JR バスから JR バス関東の方に交代があるんだけども、このね、JR 東海バスのこの名古屋号に関しましては、終点までね、JR 東海バスの方が担当されてました。おそらく距離的に一人乗務でも問題ないということなのかな。気づいたらね、うたた寝してたんですけども、お目が覚めるとね、まもなく1回目の休憩場所に近づいていました。出発時刻になりましたら、お戻りでなくても発車させていただく場合がございますので、ご注意ください。今回車内のお客さんなんだけども、なんか旅行客というよりかはね、サラリーマンみたいな方も乗ってましたね。車内で仕事してるような人もいらっしゃいました。あえてね、エアロキングが好きで移動ね、これでやってるって方も結構いると思うんだけども、いや本当にね、バス好きにとってはエアロキング最近引退が進んでるんでね、早打ちに乗っておいた方がいいですよ。ということでね、遠州森町パーキングエリアに到着です。ここで15分間休憩になります。車内のお客さん、ほとんど皆さん、ね、休憩箇所について降りていったので、ちょっと前から撮ることできたんだけども、いやこんな感じです。すごくないですか、このシート。めちゃめちゃ豪華ですよ。まあ、確かにね、1プラス1の半個室タイプのバスとかっていうのも今あるんで、まあ、それには劣りますけども、このシートでも十分です。リクライニング全開で倒して、レッグレスト上げるとこんな感じ。で、さらにオットマンがある関係でね、もう本当にベッドみたいな感じになります。まあ、日本はね、法律上フルフラットにすることはできないので、いやこんだけ倒れてくれたら十分です。はい、ちょっとね、暇だったんで外降りてきました。エアロキング前から見てますけども、めちゃくちゃ大きいね。やっぱりね、あのビジネスシートの最前列やばいですよ。めっちゃ足元広くてね、最高すぎます。ちょっと寝てたんだけど、普通足ピンって伸ばしても先につかないですからね。超快適だわ。この前乗った時ね、2列目だったんで、まあ、そこまで広々と感じなかったんだけど、1列目特にやばいね。はい、でこちらがパーキングエリアなんですけども、まあパーキングエリアなんでね、中にちっちゃい売店とかそういうのがあるぐらいなんじゃないかな。初めて来ました。もう今ね、静岡県なんですけども、すごく自然もあっていい感じじゃないですか。あとだいたいまだ3時間半ぐらいかなで東京着くんで、もう割とすぐよね。結構早いわ、新東名スーパーライナー。ぼーっとね、外見てたらですね、あれ見たことあるようなバスいるなと思ってよく見てみるとね、 JR バスだったんですよ。これね、大阪発東京行きの中高のグランヒル特急ですね。
JR バスで JR バスを追い抜くという、ね、なかなか面白いですよね。あちらのバスはね、これからの JR バスを担っていく2階建てのスカニア車両、新型車両です。新東名スーパーライナーもね、あの車両で運行されている便というのもあるんで、あの車両いいんだけど、全部3列でね、特に変わり映えないんですよね。こんな感じのビジネスシートみたいなのがあるっていうのはエアロキングだけなんで、いや本当にエアロキング引退するのが寂しいです。で、今回新東名ルートなんでね、基本的にずっと山の景色です。東名高速ルートだったら佐多峠とかね、結構海の景色とかも見えるんだけど、個人的にはね、やっぱ海の景色とかも見たいなと思うんで、東名ルートの方が好きですかね。ちょっとまた今度はね、東名ルートのスーパーライナーの方にも乗ってみたいですね。下に見えてるあちらが東名高速です。もうただいまバスはね、御殿場とかね、その付近走行してるんだけども、新東名高速ここで終点です。終点になると一般道に降りるわけではなくて、ここから先はね、東名高速に合流します。御殿場ジャンクションですね。右にね、道路伸びてますけども、あれ一応新東名高速なんだけども、あの先新御殿場インターとかがあってね、出口なんですよね、終点の。ジャンクションの景色とかって結構好きなんですよね、この道路が複雑に交わる感じが。いや今日めちゃくちゃ天気良かったんでね、富士山とかも綺麗に見えるかなと思ったんだけども、まあ、正直微妙でしたね、それに関しては。もう夏なんでね、もう仕方ないわ。足柄サービスエリアに到着いたしました。僕が乗ってるのはね、こちらに止まってる JR 東海バスのエアロキングの車両になります。で、先ほど追い抜いたね、 JR バス関東のスカニアの車両がね、奥に止まってますね。あれおそらくグランヒル特急なんで、大阪と東京を結んでる高速バスだと思います。で、こっちに止まってるのも、これは西日本 JR バスのスカニア車両です。これもね、おそらく大阪と東京を結んでる高速バスになります。青春ヒル特急かな、こっちは。 JR 西日本、 JR 東海、 JR まあ、東日本ですよね。3つのバスがね、並んでおります。あ、富士急行のやつも割って入ってきましたね。今後はですね、このスカニア車両に統一されていくので、ちょっと寂しいよね。まあ、スカニアの車両はね、日本の国産ではなくて海外の車両になるんで、やっぱその座席の間隔とか結構狭いように思うんですよ、エアロキングと比べて。スカニア乗った後にね、エアロキングとか乗ると、やっぱエアロキングってめちゃくちゃね、座席間隔広いなとかっていう風に思うんで、いやー、なくならないでほしいんだけどね、非常に残念ですよ。2階席はね、ほとんど埋まってるんだけど、1階席はやはり人気がないのか、今日は1人しか乗ってないみたいですね。すぐ目の前が運転席です。やっぱ1階の方が天井低く感じるんで、僕は2階の方がおすすめです。先ほどまでは結構スムーズに流れてたんだけど、足柄サービスエリア出たあたりからね、だんだんと交通量が増えてきましたね。だからこの日ね、もういろんなところで工事しててね、車線規制されてるところが多かったんで、まあ、それも影響してると思うんだけども、この新東名スーパーライナーってね、やっぱ名古屋東京5時間で走るんで、あまりダイヤに余裕がないと思うんですよね。基本的にフルスピードで走らないと間に合わないような気がします。なのでなんかテキパキしてましたね、何もかもがね、その休憩地を出るときとかもね。ただいま15時10分です。伊勢原ジャンクションを通過したところですね。もうこの辺まで来ると関東に来たなって感じがかなりひしひしと伝わりますけども、帝国だと16時14分に東京駅到着なんで、まあ、あと1時間しかないんですよね。いや、こっからね、1時間ね、東京駅ってちょっと厳しくないですかね、とかっていうふうに思ってるとね、案の定渋滞してきました。海老名サービスエリアも有名ですけどもね、海老名越えたあたりからね、どんどんと交通量が増えてきて、かなりスピードもね、落ちてきました。いや、もうこうなってしまうとね、絶対遅れるのは確定だなっていうふうにこの時点で思ってたんだけどもね。なんとか渋滞を切り抜けて15時41分ですね、東京料金所を通過です。
ここね、東京料金所って言ってるんだけども、実際にはまた神奈川県なんですよね。まあ、この先、多摩川が流れてて、それを渡ると東京都世田谷区に入ります。運転手さんからですね、この時点で若干ね、バス遅れてますみたいな放送がありました。で、その後ですね、もう首都高速に入るんだけども、首都高速でも渋滞してたんですよね。まあでもね、完全に止まってるわけではないからまだマシですけども、スピードはかなりゆっくりになってました。まあ、この辺り結構混みますよね。朝のバスとかでもね、結構混んでること多いような気がします。今ね、ちょうど奥に飛行機見えてるんだけど、あれね、新千歳空港からの ANA のボーイング 787-8 でした。都心上空ルート飛んでるとね、もう首都高速からね、はっきりと飛行機見えます。客観的にね、都心上空ルートの飛行機見ていると、飛行機フライトどんだけ飛んでんねんってぐらいでどんどん降りてきますから、すごい迫力がありますね。定刻到着の10分前なんですけども、まだ渋谷付近です。これね、大都会をね、これ2階建てのバスの一番前の席から見るってめちゃくちゃ贅沢なことだと思うんですよね。今ちょっとこちらに見えてるの渋谷駅なんだけど、夜行バスだとね、カーテンが閉まってるんでこういったことはできないんで、やっぱりこういったことをするんだったら中高バスにね、乗る必要があります。この辺ね、ちょっと伝わるかわかんないけども、大阪市内の阪神高速の阿波座とかね、あの辺と雰囲気結構似てませんかね。森の宮とかいつも思うんだけどね。はい、まあ、そんなどうでもいい話でした。で、16時9分ですね、霞ヶ関のインターチェンジで首都高速を降ります。これね、 ETC 専用ゲートなんだけど、今くぐってるこのゲートっていうのをくぐると多分 ETC が認知されてるのかな。いや、すごいなと思って見てました。アリバンソイトギのところご迷惑をおかけしております。4つも JR 東海バスでご利用いただきましてありがとうございました。まもなく霞ヶ関、霞ヶ関でございます。バス到着までもうしばらくお待ちください。霞ヶ関を出ますと、次は終着、東京駅日本橋口へございます。ということで、まもなくね、東京駅に到着するんで、まあ、今回の総括ですけども、やはり中高バスは楽しすぎるっていうことですね。料金もね、今回4500円とかしか払ってないですし、4500円だけでね、こんな豪華なシートで一番前の席でね、名古屋東京移動できるなんてね、いや、なんと贅沢なことかというふうに思いました。長らくのご乗車ありがとうございました。まもなく終着東京駅です。本日は JR 東海バスをご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ち申し上げております。定刻よりも20分遅れで終点東京駅日本橋口に到着です。すぐ後ろにはですね、スカニアの西日本 JR バスですね、あれおそらく大阪からやってきたやつだと思うんだけど、が止まってます。はい、ということでね、あっという間でした。11時に出発してだいたい5時間半乗ってたんだけど、めちゃめちゃね、楽しくてね、なんか新幹線で東京名古屋移動してるのとあんま所要時間変わらないぐらいです、体感的には。やっぱね、昼間の高速バスっていうのは本当面白いんで、皆さんもぜひね、使ってみてください。確かに時間は多少かかるんだけども、そのね、新幹線とかに比べると18切符で東京名古屋行くよりも、東京名古屋のね、2階建てバス乗って一番上のね、全面展望を楽しんでる方が十分楽しいと思うんで、非常におすすめかなというふうに思います。
エアロキングの車両で運行される便もね、かなり少なくなっています。ドリーム名古屋1号とドリーム名古屋2号ですね、夜行便、東京名古屋の場合。あとスーパーライナー、新東名スーパーライナー5号と今回乗った新東名スーパーライナー10号、この4つの便だけがこのエアロキングのね車両で運行されてるんでね、早いうちに乗っていることをねお勧めしておきます。最後このバスの出発だけ見送ります。おります、ありがとうございました。あ、ごめんなさい、スカニアも来たんで一緒に。おそらくねこのバス2台ともね夜の運行に備えて今から準備があると思います。入ってくだら終わります。ありがとうございました。